こんにちは、知得週刊コサイ MC の飯田真希です。この番組ではコサイ市内のニュースや身近な話題を毎週更新でお届けしています。緊急事態宣言も解除され元の生活が戻ってこようとしていますが、油断は禁物。少しずつ戻すことを心がけてくださいね。それではラインナップです。まずはこの1週間のニュースからお伝えします。湖西市は15日、第8回の新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、学校の再開時期や事業者への新たな支援策などを発表しました。湖西市は静岡県を含む全国39県の緊急事態宣言解除を受け、休校期間を1週間短縮し、25日から小中学校を再開すると発表しました。18日から22日までの間に2日程度登校日を設け、25日から29日までの間は午前中のみ授業を行うとしています。授業時間確保のため、夏休みを8月8日から19日までの12日間に短縮する予定です。また幼稚園、保育園及び子ども園の保育給食は6月1日から再開し、幼稚園と子ども園の幼稚園部は5月25日から29日までの間に登園日を設けます。なお、家庭での保育ができない場合、30日まで各園で受け入れるということです。市内公共施設は6月1日または2日から再開しますが、荒井海釣り公園や海岸などの駐車場、学校体育施設は当面の間利用を中止するとしています。当然緊急事態宣言、例えば5月6日までのゴールデンウィーク期間中だとか、そういったところでの不要不急の外出だとか、そういったものは控えていただいてましたけれども、やはり経済活動とかもですね、再開に向けて動いていますし、連休明けからお仕事も動き出していますので、こういった必要なものはもちろん再開だとか継続していかなければいけないと思ってますので、あくまでも緩まないように、感染拡大防止の手洗いとか消毒とか、そういったものはですね、継続していただきたいと思っています。その他、事業者への支援策として給付金1件、補助金2件の概要が発表されました。湖西市の休業要請に伴う協力金支給の対象とならず、なおかつ国の持続化給付金の対象外で、売上が 20% 以上 50% 未満減少している事業者に支給される小規模企業者エール給付金、感染拡大防止のための物品や設備に必要な経費の半分を最大10万円まで補助する感染拡大防止サポート補助金、社労士などの専門家派遣を受ける際の費用を1回あたり1万円まで補助する小規模企業者お悩み相談バックアップ補助金の3種類です。詳細は湖西市のウェブサイトからご確認ください。今後も番組では新型コロナウイルスに関する湖西市の取り組みなど情報を発信していきます。さて、続いては先週に引き続き、ごはん湖西とのコラボ、テイクアウトのお店特集です。それではどうぞ。こんにちは、ウィンディ湖西営業所の山本真知です。本日テイクアウトの3回目っていうことなんですけれども、あれ、アトムさんがちょっといらっしゃるさらないので、代わりにスペシャルゲストの方がいらっしゃってます。よろしくお願いします。はい、こんにちは、飯田真希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、じゃあ今日はテイクアウト特集の第3弾、はい、3弾です。もう3弾なんだ。そうです。結構いろんなとこ行ったでしょ。そうですね、もう結構行きました ね。今日はちょっとね、私も美味しいもの一緒に食べに行こうかなってことで、お付き合いさせていただきます。一緒に行きましょう。はい、行きましょう。じゃあ行きますか。行きましょう。はい、行ってきます。あ、まちゃん開いてないけど。なかなか可愛いですね、まちゃんね。
1軒目は葉月、あ、葉月だ。免許を取って2年目のまちちゃんの運転で葉月に向かいます。なんかこんなさいい天気なのにあんまりお出かけできないのが残念だけどね。そうですね、まあでもテイクアウトでね、いろいろなところの美味しいお料理が食べられると思えば、はい、そうですね、そろそろです。もうそろそろ、そろそろらしいです。あと 100m。 お、あ、もう本当にすぐそばだ。あれなんですね。そうかそうか、 あそこが葉月さんね。お、ここね。あ、すごい看板が、写真が定食屋さんっぽい感じで、なんかすごい新しめで綺麗なお店だね。そうですね、この道走ってくると目立つよね。目立ちます ね、 ね。じゃあ、まあ、じゃあ着いたよ。はい、葉月さん、いい感じのね、はい、新しい感じがするんだけど、綺麗な黄色ですね。ちょっと塗りたてって感じですよ、はい、じゃあちょっと入ってみましょうか。入ってます。はい、早速店長の清水さんにお話を伺いました。お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。店長さんでいらっしゃいます。そうです、店長です。ありがとうございます。素晴らしいリアクション。リアクション対応って言われてますね。まさにそんな感じで。よろしくお願いします。清水って言います。清水さん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。で、早速なんですけれども、はい、このお店ってどういったお店なんですか？お店は、お昼は、定食屋というか、丼物とか、はい、うどんそばとかそういうのがメインになりますけど、はい、夜は僕ちょっと担当させてもらって、居酒屋の形で、もちろんうどんそば丼ご飯物もありながらの、お酒日本酒とお刺身っていうのを一応メインというか、はい、力を入れてやらせてもらって。すみません、テイクアウトってどういったメニューやられてるんですか？テイクアウトは普段はいいですけど、ね、こちらにちょっと写真があるんですけど、はい、オードブルと、コピーですいませんけど、あとは夜の単品メニュー、あとは丼物のお昼も受けたまわってますが、はい、そういった形でやらせていただいてます。バラエティ豊富だね。豊富ですね。丼物だけでこんなにあるからいっぱいもう選び放題です ね、 ね、もうそれこそ月火水木金土、いい、ね、土曜日までね、毎日葉月いいですね。食べちゃう、食べちゃう、ね、いいですね。いつになっちゃいますからね、毎日。それはちょっと避けてもらって、そこはちょっとね、そうですね、はい、ソーシャルディスタンスで、ね、はい、取りながらという感じで、はい。さて、今日はね、テイクアウトお願いしたいと思いますけれども、はいはい、もう準備ね、してくださってます。ではまずこちらがですね、はい、浜名湖ファームさんの、うずら串を、うずらの卵ですね、はい、を使ったうずら串フライになりますけど、通常は3つ3個漬けになるんですけど、ちょっと遊び心で長いうずら串フライを作らせてもらいました。ドラゴンボールって7個の卵なんですか。そのドラゴンボールで願いを、コロナの収束に願いを込めてっていうのもちょこっと後付けになっちゃいましたけど、そういうのがいいなと。でこちらは麻婆茄子丼になるんですけど、おー、美味しそう。茄子とピーマンが入ってひき肉と、はい、こちらがうちの、そのさっき言った自慢の出汁で作ってますので、ちょっと出汁感も味わえてっていう感じで、和風麻婆っていう感じになるんですかね。はい、出汁で作ってます。次はこちらお好み焼きになるんですが、ちょっとマヨアートっていうのをやってみました。中身はですね、トマトとチーズが中にインしてありますんで、通常お店でお出しするときはそこで切ると中からチーズがとろけてくるっていう、そういうなるんですけど、楽しみだね。これはもうありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけてお待ちください。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。美味しく召し上がってください。もう味わいたいと思います。はい、いただきます。ありがとうございます。失礼します。失礼します。はい、はい、営業所に戻ってきましたよ。はい、ねえ、まっちゃん、改めてちょっと近くで見てみると美味しそう。美味しそうですね。
取り分けましょうか。取り分けましょう。はい、あーすごい、なんか具沢山だし、これは美味しそう。私はもうお好み焼きの方を取り分けていくんですけど、すごい分厚い。あーすごい、チーズ、トマトがすごいよ。チーズもなんか伸びているんですよね。キャベツがすごい量入ってるね。本当ですね。いい感じですね。美味しそう。あ、いい感じです。じゃあまずはこの麻婆茄子丼。もうね、これあんかけがもうすごいたっぷり乗ってるんでね、溢れんばかりだね。いただきます。おいしい。なんか店長さんがお出汁にこだわってるって言ってたじゃない、はい、もうね、そこら辺のコクもねしっかり出てて、何よりね、茄子がとろっとろ。とろっとろでしょ。とろっとろです。まあ、溶けました、口の中で、ね、さっぱりしてるのもいいかなって。どんぶりだけど。そうですね、うん、これだったらもう駆け込んでいけちゃいます ね。だいぶ食レポ慣れてきましたかはい、もう慣れてきました、うん、続いてはトマトとチーズのお好み焼き。はい、トマト、あ、すごい、トマトが丸ごと出てきた。いただきます。あ、すごい、まーちゃんのちっちゃい口に今吸い込まれていきましたけど、もう口に入れた瞬間トマトの酸味となんかソースの甘さがめちゃくちゃ美味しいです。ちょっと洋風っぽい感じ。あ、なるほど、うんうん、トマトがまだねちょっとフレッシュさが残ってて、歯ごたえがあるのがいいね、これ。美味しいです。おいしい、これ、うん、さあ、じゃ あこのね、はい、うずらの串フライね、店長さんもね7つドラゴンボールだって言ってましたけど、こちらのうずらの串フライは特製ソースをかけていただきます。こんな感じでいいかな。ちょっと乾杯。乾杯うずらずらずらフライ。これ浜名湖ファームさんのうずらのね卵使ってるっていうことで、おいしい。めちゃくちゃ美味しいです。あの卵にまずコクがありますね、これで。それにこの特製ソースがかかるからね、すごいそこがマッチしてて本当に美味しいです。あのビールにも合いそうだ。まっちゃんまだ飲めないけどね。そうなんですよ、残念ながら。サイダーにも合いますね。そう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 、ちょっと炭酸系飲みたい感じだよね。炭酸が、うん、あ、すごい。え、これじゃあサイダーで乾杯しちゃってくださいよ。いいんですか。今買ってきました。もう一生尊敬します。本当か。明日までは絶対そのおいしい。合いますよ、これサイダーとうずらのずらずらフライ、うん、ぴったり。ぴったりです。お電話ありがとうございます。はずきです。あ、こんにちは。浜松ケーブルテレビの山本と申します。先ほどありがとうございました。すみません、先ほどありがとうございます。ありがとうございました。いやね、どれも美味しかったんですけど。ありがとうございます。なんかもうね、麻婆茄子丼の茄子がとろとろ具合がね絶妙すぎてね、さすがですね。ありがとうございます。一回揚げて、はい、でその後にあんに絡めてる感じですか、あれは。そうですね、ナスとピーマンと一回素揚げをして。うん、なるほど、はい、だからなんかあのトロトロさが出てる感じですかね。そうですね、あと油と相性がいいので、うん、そうですね、はい、油に、うん、はい、私お好み焼きいただいたんですけれど、ありがとうございます。ありがとうございます。すごく美味しかったんですけれど、ありがとうございます。トマトがすごくたくさん入ってたんですけど、あれって。そうですね、ちょっと愛情盛りにしちゃいましたね。あ、そうですね、ありがとうございます。あ、あれってどちらの、どこのトマトなんですか。浜松のトマトを使ってるんですけど。じゃあもうやっぱり近いところのトマトで、ね、本当地元の野菜っていう感じだよね。地元の愛が溢れてますね。うずらずらずらフライもね、はい、本当にあの美味しかったです。
ありがとうございます。卵自体にコクもあるし、特製ソースもね、はい、すごい合ってました。そうなんです、ソースが味噌なんです。ねえ、あれも本当に一から手作りなんですか？ブレンドするのと、うん、あとはお出汁を入れたり。お出汁、あの赤ワインが入ってます。あ、すごい手が込んでますね。はい、ザラメとちょっとあの甘みをつけて。あ、なるほどね。そうでね、シュワシュワした飲み物とね、一緒に合いそうだねっていう話をしながら、あ、なるほど、でサイダーでね、乾杯しながらいただいたんですけ ど、はい、めっちゃ合いました。お祭り感覚でね。あ、お祭り感覚、あ、確かに、屋台のね、B級グルメ的にね、はい、あ、確かに確かに。いろいろ祭りなくなっちゃってるから、お家の中でお祭り感覚で、ねえ、今年はちょっとあれですね、葉月さんのうずらずらずらフライでお家でちょっと屋台感覚というかお祭り感覚、ぜひぜひ、ありがたいです。ねえ、味わってほしいですよね、皆さん、楽しんでもらうのが何よりかなと思います。確かに、はい、すみません、最後に視聴者の皆様に一言何かいいですか？はい、今コロナのこういう状態でなかなかお店には行けないと思いますけど、コサイにはいっぱいいいお店があるので、あのテイクアウトしてもらって、それでよければまたお店に足を運んでもらえたらなと思います。コロナに負けずに頑張るぞ、頑張るぞ、頑張るぞ、わっしょい。わっしょいって言ってました。はい、ありがとうございます。店長さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。また落ち着いたらお店の方にも遊びに行かせていただきますね。ぜひぜひお待ちしております。はい、ありがとうございます、失礼いたします。はい、店長さんね、忙しいところをいろいろお話聞かせてくれて、いや本当に本当にめちゃくちゃいい方でしたね、はい、楽しい店長さんだったね。そうですね、お話がしやすくて、そうノリノリでしたけどね。はい、じゃあ次行きますか。はい、はい、じゃあ次は居酒屋花さんね。はい、はい、行ってきましょうかね。行きましょう。はい、ネットもお得でとっても快適、ケーブルテレビ、もっとあなたに。さあ続いてのお店は居酒屋花さん。はい、右方向です、ね、次の花さんはどんなお料理なのかな、楽しみだね。なんか花さんはお好み焼きが美味しいお店なんだってね。あ、そうなんですね、お好み焼き嫌いな人いないですか？そう、さっきのと比べてどうだろうね。そうですね、さっきの変わり種でしたもんね。え、目的地は左側です。あ、見えてきたよ、ほら、お疲れ様でした。ここだね。そうですね、どんなお好み焼きが待っているんでしょうか。行ってみましょう。行きます。はい、いやー、着いた着いた。あ、もういい匂いがしてますね。本当だね、すごいいい香りがしてます。居酒屋花さん、じゃあ行ってみましょうか。行ってみましょう、うん、もうほら、テイクアウトって書いてある、豚玉昔風おむそば焼きそばスペシャル、100円引きですね。ねえ、ね、安いね。安い。あ、その他お弁当やおつまみのテイクアウトもやってますって書いてあるけど、ちょっとそこら辺もいろいろ ね、聞いてみようか。はい、じゃあ行ってみましょう。まずはおかみさんの島村さんにお話を伺いました。すみません、早速なんですけれども、はい、こちらのお店ってどういったお店なんですか？21年前に居酒屋でオープンして今に至ってます。あ、でもマシャより年上じゃない？あ、そうですね、2歳先輩です。マシャ19歳なんで。19なんですよ。それはそれは、ね、本当に大きくなりすぎちゃった。全然元はお好み屋だったんですけど、5年ぐらい駅前でやって、でこちらで子供も大きくなったもんだから居酒屋にしました。さらにどんどんメニューも増えて、おかげで魚がね、ね、見てこのショーケースにもすごい食材がね、新鮮なのがいっぱい並んでますけど、ね、近海の魚ある時は本当魚なんだけど、やっぱりね、お好み屋のイメージがあって、やっぱお好みっていうのがすごいあれみたい。ね、日
言われてますよね、そうやって、うん、やっぱり新井の方の中からでも、うん、もう花さんといえばお好み焼きっていう、そう、今テイクアウトをねこういう時でやってるんだけど、お好み焼き花ちゃんですかって昔の名前で注文が来る、長様ちゃん、その花ちゃんっていうイメージと、あのおかみさんの T シャツのお礼流がねめちゃくちゃかっこいいね、そう、あんまって感じが、これ正反対なんです、一生働きたいのと間違いなるほどね、笑っちゃうね、いいね、笑える、全然正反対多分ずっと働きたい、何しろ頑張ってね、前へ前へとね進むことがあれかな、うんね、後ろは振り向かない。いいですね。いい言葉いただきました。ね、ちょっと格言で、はい、胸に刻みたいと思います。さあ、じゃあそんな花さんの、テイクアウトメニュー、はい、お願いしてあると思うんですが、はい、あります。いいですか？はい。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみ。こちらって何をご用意いただいたんですか？私のおすすめの豚玉とおむそば、はい、あ、うん、入れてました。豚玉とおむそば、もうちょっとお好み焼きのね王道、おむそばもね本当人気メニューですよね。さ、ね、じゃあ戻って、はい、はい、食べたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでまちちゃん、はい、おかみさんめっちゃいい人だったね。めっちゃいい人でした。そんなね、はい、花さんのお好み焼きは豚玉とこちらがおむそばということでね、はい、2品いただいていきたいと思います。はい、じゃあそれぞれにまたちょっとね、そうですね、はい、取り分けていきますかね。結構なボリュームだよね。いや、この麺めっちゃ美味しそうなんだけど。めっちゃ美味しそうですよね。ね、いや、すごい、箸入れた瞬間厚みがすごくてびっくりしました。ね、すごいね。いただきます。いや、これ、ね、見てください、このね麺がちょっとね縮れてて、しかもねちょっと太さが均等じゃない感じを見ると、なんかちょっとこだわりの麺っぽいというか、キャベツのね歯触りがいいですね。ソースとねマヨネーズがすごい合ってる。うん、この麺コシがあって美味しいですね。がっつりと持ち上げてそのまま。美味しそう。シャッキシャキです。ね、はい、麺の弾力があって。もやしがシャッキシャキで、豚肉の歯ごたえもあって、もう噛めば噛むって感じです。どういうこともう噛めば噛むほどほど美味しいってことですねいやでもね、シコシコだよね、麺が。めちゃくちゃ美味しい。すごいコシがある。豚玉のお好み焼きのお味はどう？キャベツの切り方がおむそばとはちょっと違っていて、本当、うん、細かくなってるので、そうなんだ、こっちもキャベツの甘みがしてすごい美味しいです。この甘みがいいね。すごい甘いですよね。美味しいです。ソースなのかな、これなんか野菜の甘みも感じる気がします。昔から愛されてる理由がわかるお好み焼きですよね。もう一回ちょっと乾杯しようか。あ、そうですね。どうしたの？いや、大丈夫。飲み会の時すごい下に行っちゃう。こんなこんなタイプだよね。こんなこんなとか言ってね。はい。乾杯。ああ、満足。もうこのままね、ね、本当だよね、寝たい感じです。もうちょっと仕事終わった感じだよね。あ、もしもし、浜松ケーブルテレビの山本と申します。あ、どうも世話になります。ありがとうございました、今日は。いやね、今
あの、先ほどいただいてたおむそばと豚玉、はい、いただきました。あ、食べてくださいましたか？美味しかったです。大丈夫でしたか？でもね、すごい、なんかね、ペロッと食べれちゃった感じで。あ、本当、うん、よかった。あ、私豚玉食べさせていただいたんですけれど、めちゃくちゃ、うん、食べました。すごい美味しかったです。本当嬉しい。ありがとうございます。頑張ります。やっぱりお好み焼き、何かこだわりとかがあるんですか？種類がいろいろあるじゃない、キムチ焼きとか、はい、うん、それとおソースをやっぱ そののによっていろんな、うん、メーカー好みあるよね。そうなんだ、うん、鶏使ったりとか、ね、おタフ使うのもあるし、そののによって変えてる。すごいね、甘さがすごい優しい感じで、あ、本当？うん、なんかね、ほっとする味だった。そうですね。あ、嬉しい。ありがとう。そう言っていただけると嬉しいです。ね、年にもめげず、まだもう一度頑張らんとね。いや、お母さんね、まだね、そんな風にね、おっしゃる年じゃないですから。まだもう一度頑張りもね、もう二頑張りもしてもらわないと。もう頑張ります。ねえ、皆さんに美味しいね、おむそばとお好み焼き。まだまだ届けてくださいね、どうもどうもありがとうございます。よろしくお願いします。すみません、あと、視聴者の皆様に何か一言いただいてもいいですか？精一杯頑張ってやってますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。コロナに負けずに頑張るぞ、頑張るぞ。ごめんなさい。ありがとうございます。またお願いします。頑張ってやります。はい、よろしくお願いします。失礼します。はい。いやー、本当になんかね、お母さんっていう感じだったね。そうですね。まあ、まちゃんにとってはおばあちゃんっていう感じだったかもしれないけどね。お姉さんです、うん、ね、もう本当にいつまでもね、元気で美味しいお好み焼き焼いてほしいよね、うん。そうですね。うん、今回ご紹介した葉月さんと居酒屋花さんの情報はウィンリー湖西営業所のツイッターでもご紹介していますので、ぜひ皆さんフォローしてください。はい、テイクアウト特集だけじゃなくて、いろいろなおすすめスポットとかもいろいろと紹介してくれるんだよね、はい、そうですね、もうこれからどんどんみんなでツイートしてきますので、うん、はい、はい、私もね、もうフォローしましたから、確認しました、ありがとうございます。はい、もうね、いろいろな楽しいコンテンツ楽しみにしています。はい、はい、もうね、今日のあの美味しいいろいろなもうテイクアウトのものでね、お腹いっぱい、お腹いっぱいですね。次どこ行こうか、もうすぐスマホで検索して、はい、行きます。そう、またちょっとね、お届けする楽しいコンテンツ、美味しいもの、いろいろとね、まちちゃんと探していきたいと思いますのでね。はい、というわけで今日はここまで、うん、さよなら。さよなら。さて、今週の知得週刊湖西いかがでしたでしょうか。最近雨が多くなってきましたが、少し前に沖縄は梅雨入りをしましたね。梅雨の準備も少しずつしておきましょう。それではまた来週、さようなら。